死は私たちの記憶に永遠に刻まれ続けるべきです。それは誰がもたらしたものでも、誰に与えられたものでも。私たちが犯してしまった過ちは決して正当化されることはありません。その傷跡こそがいつだって私たちの弱さを思い出させてくれるんです。傭兵にとって戦争は生活そのものだから、死ぬまで抜け出すことはできないわ。生き続ける限り争いがいつまでも続くだけよ。私は今でもただの影だけど、もうお姉さんの影じゃない。たくさんの人、そしてたくさんの理想がダブリンに火を灯して、その光によって映し出された影だよ。ためらってる時間はないわ。激戦区の向こうに私たちを待ってる人たちがいるの。盾を構える。私の前に飛び出さないように。見渡す限り戦場だ。いいチャンスだ。ええ、聞いてるわ。お互いどうにか生き残りましょう。これはやらねばならない戦いなのか。何かあったの？こんなはずじゃ。好き勝手にはさせません。公理と正義、高い地位を有する大貴族が国の存続と繁栄のために魂を売ることは公理なのでしょうか。剣を用いずとも貴様らなどやすやすと貫いてみせるわ。ビクトリアのために。人を癒すだけの力では足りないのです。全て見えている。僕だ。勝利を持って帰ってやるよ。勝利は全てのロンディニーム人のものだ。私がここに現れるということは、常に事態が切迫しているということだ。